謝罪、もう極めました。もう極めました。ララララランララララララランララララランララ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 関東ジュニアオープンテニスは学生たちの自主性に任せ、好きなようにチームを組んで出場するという団体戦です。謝罪、このゲーム極めました。ごめん、クリアしちゃった。配信外で一回クリアしちゃった。雪村出ちゃった。誰これ、雪村誠一。極め尽くしてしまった。ただチューパで勝ったので、なので俺はやっぱり捨てられねえやつがいる。雪村来ちゃった。こいつ絶対強いだろ。なんか一人だけ、一人だけ初期リーダーポイント 7PT なんだよ。プレイヒント、試合を有利に進めるヒントを与え、弱点となる能力を引き上げます。あのね、もう今日ズルして勝っていいか、もうズルして勝っていいかっていうか、分かっちゃったんだよね。あのね、テクニック SS まで上げてランニングしてるだけで勝ちなんですよ。謝罪、俺はやる。誰を使うかだ。キャプテンってどうせさ使わねえじゃん。キャプテン雪村使ってみようかな。試合には出さないよ。試合を有利に集めるヒントを与え、弱点となる能力として、あのね、これさ、これ難しいやってる？隠しちゃって。合ってるかな？え？雪村試合に出れないの？嘘？なんで？なんで？見過ぎてみたいな感じで。病気なの？音でかいか。雪村って試合出れないの？見すぎ？怪我なんだ。へえ。病気なんだ。何の病気？ギランバレー症候群なの？普通に難病じゃねえかよ。病み上がりなんだ。じゃあ経験値2倍になる。強。雪村、やってくれるか。いやもうマジで圧勝する。一回も負けずにいく。エモースにね、もう出来心でクリアしちゃったんだよね。なんで俺このゲーム配信会でやってんだろう、自問自答しながら。ガク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 、俺は一体何をしてるんだろうって言いながら。ネモガク、お前がネモガクの柱となれで、おなじみのネモガクね。あれか、目が見えないくなるやつか。人中長くなプレイはできないけど、雪村ってかっこよくないの？参加できる先生方に感謝しないとな。人中長くねえか。
一回だけにとらわれず視野を広げて強くてバランスの取れたチームを作らないと。おお。いやでもさ、逆にさ、こいつがさ参加しないことによってさ、なんか揉めなくない？まずはこいつラスボスなんだ。え、誰にしよっかな。いや手塚、これ手塚とか入れないんじゃねえの。いやダメだ、俺にはスカウトしなきゃいけないやつがいる。そう、お前だ川村。まずは川村からだ。まずは川村。まさか私があの雪村さんに声をかけられるとはね。てくれないかい。絶対に損はさせないよ。ボンバー！今予定もないし、しばらく付き合うよ。あ、こいつなんだよな。いや、ボンバーこと川村なんだよね。え？試合出れるじゃん。知っちゃって、パワー S なのか。知っちゃったんですよね。とにかく、それかさ、もうこいつテクニックいらねえからさ、もういきなりずっと走り込みさせるか。で、テクニックって重要？いらなくねえか、小手先のテクニックなんて。もうこいつテクニック G でよくない？全捨て。リーダー専用なんだ。へぇ。重要なんだ。ロブしよっか、ロブ。あ、技が覚えられなくなる。しょうもない。いや、まずは高村さんよ。うわ、めちゃくちゃ伸びてる。やべえ、これ雪村パワーか。めちゃくちゃ伸びたぜ。いや、もう極めた、正直。まだまだだね。まあカバジよね。阿久津がいい。あ、阿久津ってやつしてみるか。ねえ、俺のチームに入ってくれないかい。絶対に損はさせないよ。えですか。もう我慢できない。我慢しろ。いや、まずこの二人はもうマスト。うわ、確かにジャッカル入れてえな。よろしく、一緒に頑張ろう。川村とカバジでよ、真田倒すんだよ。昨日ボコられたクソ真田。まずはロブでしょ。いや、意外と CC だと悪くないぞ。めちゃくちゃ伸びる。おい、夢にまで見た全国制覇だ。あと掴んだチャンスだと。お疲れ。今日はきつかっただろう。どうだい、何か食べて帰らない。優しいじゃんこいつ。よし。いや、こいつはピザでしょ。よし。それ好きだから嬉しいです。気が合うかもしれません。失礼だろお前ごときが。気が合うっす。やべえ、めちゃくちゃ伸びてる。テクニックがやべえ。カバジのテクニック。大石のテリトリー同等だろうね。これじゃボールが足りないな。お前が行け。お前試合出れねえんだから。これゴールデンエイジだぞ。やば、タカさんとカバジは戦って両え、まさかさ、あのさ、首にさコルセット巻いてた相手こいつ。カバジと川村ってさ、過去戦ったことある？マジかよ。まだまだだね。面白も入れるか。チームボンバーでいくか。え、こいつもなんか強い。立花切って、いや、戦国清澄超強い。いや、
待って、パワーがさ、強いやつで、なんだこの大型まさみ。DBABE、山田テストみたいなやつがいる。パワー系欲しい。めちゃくちゃパワー系。こいつもパワー系だな。こいつはねえ、こいつはこいつ阿久津、こいつはこいつめちゃくちゃにパワー系でしょ。超パワー系じゃない？阿久津ってやつがいいの？阿久津。え、パワーないよ。パワーねえぞ。石田鉄なんかいない。あ、いた。いいね。石田鉄いいね。石田鉄なんですよね。やっぱり。これファースト山川、サード中村武史よ。俺のチームに入ってくれないかい？中村武也よ。絶対に損はさせないよ。入ってもいいです。こいつなんかめちゃくちゃかっこいい。そんで最後にな、な、このチームパワーパワーパワーと来てるじゃん。まとめ役を一人いるよ。まとめ役はそう、不動峰の石田です。よろしくお願いします。よろしく。礼儀も正しいな。頑張ろう。音でかくしよう。よろしく。チーム脳筋。いや、ジャッカルはねちょっとやんちゃすぎる。全員ダブルさ、鍛えろ。出て。リーダーはダブル。え、じゃあボレーだ。そいつが波動球を最初に使ったやつ。なんかみんながうわ波動球来たとか言ってるけど、ごめん、俺波動球にそんな思い入れないんだ。死ね。テニオ、テニミュオタ、まあ、テニミュオタだろ。ベンチプレスだけでいいんだ。いや、ジャッカルファンク強えけどさ、もう一人最後のこの、おい最後小島へ龍馬入れるか。やっぱ一人さ、まとめ役欲しいよな。富士とか、大石周一郎とか、なんかそれ、なんかそれ系欲しい。なんとかだにゃー。うわー、桃城入れてんけど、桃城入れたら絶対勝てない。いや、桃ちゃん入れたら絶対勝てない。え、小自然龍馬入れる？大石周一郎入れるか？なんかさ、一番さ、まとめ役。手塚、やだ、こいつ強すぎる。アトベ。いや、なんでさ、使いたくないかって、俺戦いたいんだ。手塚使ったら手塚戦えねえだろ。俺戦いたいんだよね、トーナメントで。こういうさ、強キャラと。だけど、いや、真田も俺倒したいんだ。あんなボコられてさ、フリーズまでさせられて。戦国がいい。戦国。え、こいつもなんかさ、強くない？こいつも戦いたいんだよな。カイドウ使っていいのか。俺カイドウ使わせたら右に出るものいないよ。マジで俺のカイドウ最強に強いからね。いいんだね。終わった。もうこれ俺に使わせたらもうマジで勝ち。ちなみに河村は昔阿久津にいじめられてたから同じチームに入れない。チームに入ってくれないかい？絶対に損はさせない。かっこよくないカイドウ。暇だからな。練習場所を提供してもらおう。こいつかっこよくない？これはもうね、ブーメランパンツのマミヤと呼ばれてる。カイドウス。
何年だお前。一緒に頑張ろう。おい、た、お、川村、お前なんか同じ高校じゃねえのか。よろしく。よろしく。これはいいぞ。ほんで、シングルスで行かせるかダブルスで行かせるか迷うとこだよね。もうちょっと俺もう本当に知っちゃったから。これな、テクニックをまず上げるんだよ。で、テクニック SS になると下がんねえから、そっから走り込みでもうぶち上げていく。これは最強クラスにいいチームになる。カイドウまだ中学2年生。力合ってるね。頭にバンダナ巻いてなきゃうちのチームに入れてあげないからね。頭にバンダナ巻いてなきゃうちのチームに入れてあげないんだからね。どうだい？何か食べて帰らないか？いいっすよ。お前はさ、多分さ、親父職人だろ。いくら丼だよ。それ大好きだよ。でも今は持ち合わせがなくってね。倒して、手塚。なんか気が合いそうだね。あ、え、雪村意味ねえな。技センスってなんだ。え、こいつ寿司屋なんだ。寿司屋のせがれなの。息合ってるぞお前ら。めちゃくちゃ上がる。これ雪村チートじゃない。河村は寿司屋の息子らしい。へえ。じゃあもう最悪な、寿司屋継げばいいもんな。で、まあ中、いや、まず一回ミーティングしよう。お前らはパワー系だけど、とにかくテクニック磨け。そんでテクニック SS も育てて、ひたすら走り込んで。意見はあるかい。遠慮なく聞かせてくれ。ナイスよ。今度俺の練習に付き合ってもらえませんか。全然いいよ。今度個人的に練習に付き合ってくれないかな。全然いいよ。今度俺の練習に付き合ってくれ。全然いいよ。全然いいよ。今度自分の練習にも付き合ってほしい。めちゃくちゃモテてるじゃん。これまさかそういうキャラなのか。うお、おいおいおい、俺このテニスの王子様の縁に触れてるだろ。だからこうやってやるんだろ。そいつは将来実家の寿司屋になるから卒業したテニスしない。あの、高校まではしよ。高校までしないっていうのはちょっと俺は信用できない。こいつテニス好きじゃないんじゃないかなって。これじゃボールが足りないな。思ってます。誰かに買ってきてもらうか。これ自分で行くでしょそんなのは。ダメでしょ。特別練習したら速攻テクニック SS ができる。でも俺あんまり特別扱いしたくねえんだよな。中卒で継ぐんだ。やば。熱っ。中卒で。いいんです。人気キャラだから高校編で切られたらしい。おい、だからあれか、テニスの王子様の香水が出るぞって言った時に、俺別に買いたくなかったのに、川村しか残ってなかったから買わされた俺の気持ちにもなれよ。俺がもう後に引けなくなってるんだぞ。で、あまりにも人気がなくて高校編で切られたらしい。何その悲しきモンスター。誰こいつ、めっちゃ怒んないよ。あれはどこかで見た顔だな。あと追わせる。パシリと言ったら一個下のカイドだろ。何やってんの。え、福士みちるって誰。福士みちる、福士みちる、みちる。ひとまず隠しキャラなんだ。川村は青春学園の中で唯一アンチスレが存在する存在らしい。なんで一番いいさ、お前性格が、確かにこいつはさ、テニス下手かもしれないけど性格は絶対一番いいだろう。そいつをいじめるなんて最低だな。お疲れ。今日はきつかっただろう。
どうだい、何か食べて帰らないか。いいですね、何食べていきますか。てっちゃんはあれでしょ、メンチカツでしょ。お、いいですね。だよな、お前油っこいも好きそうだもんな。それにしましょう。いいね。それにしてもあなたとは気が合いそうですね。よし、今日は俺がおごりますよ。飯作ってくれんの。え、おごり一個しかないの。うん、まっ。いやちょっと待って、雪村やば。おい、川村隆さんのテクニック A だぞ。もうい、や俺マジ擁護しに行こう。てめえ、おこの放送あったらよ、川村のアンチ連れ行ったよ。お前ふざけんじゃねえか。URL 貼ってこんなに頑張ったぞって。お前が性格の柱となれ。聞く。ネモ学の柱となった川村が。最近は何でもネットで調べられるからね。うっ、こんなこと。下準備ゲットだぜ。残り4週間で、残り4週間まで頑張って地道に鍛えて、そっから全員で技を覚えまくってぶっちぎるわ。決めた。川村にはネット見せちゃダメだからな。川村とただのにはネット見せちゃダメだからな。やべ、おい、ちょっと待って、カイドウが伸び方がえぐい、伸び方がえぐいぞ。よし、それじゃあ最後に全員グランド実習。お、川村怪我しにくい。いいね。食べろ、もっと食べろ。アイスいかねえな。ガンガン遊び行った方がいいよね、これ。出た、いい勝負になってきたな。負けませんよ。川村がよ、怪我しにくさ覚えたらよ、もう鬼に金棒よ。あ、セーブした方がいいか。なんかこれ、ね、噂によるとこれめちゃくちゃバグるらしいのね。そろそろ本気でやらなきゃな。はい、よっと。ああ、難しいね。前なんでテニスできないの、ボーリングできない。ああ、そっちに投げちゃうんですか。曲げろ。ちょっと。これはマジでうまい。嘘だ。油断しちゃダメだね。マジか。調子がいまいち。ボーリングでも最強は。うますぎる。やべえ。よし。このブリーチのさ、プチギルギアの彼氏めちゃくちゃうめえ。しかもなんだ、16頭身。頑張るよ。いや、お前うますぎだろ。そのまま、気持ち悪い。一安心だな。そろそろ本気でやらなきゃな。まだまだだね。ちょいだけ、これ食べ、これ食べ、完璧だ。割れたんだね。はあ、難しいね。おっと、これは結構難しそうだね。見とけ。ちょっと力みすぎなんじゃないですか。はい、いい感じだね。いけいけ。油断しちゃダメだね。なんでストライクじゃないんだよ。いや、もうめちゃくちゃこいつうまいじゃん。そのままそのまま、全然うまいじゃん俺より。うんうん、この調子だ。山笠のやじる。残ってるなぁ。頑張るよ。よし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 
そっちに投げちゃうんです。まだまだだね。ちょっとあれ、あーちょっと曲げすぎたか。よし、狙い通り。スペア狙っていこう。いい感じ、ね、完璧完璧。油断しちゃダメだね。負け確定。調子がいまいちだな。嘘。そのままそのまま、この調子だな。難しいわ。残ってるな。頑張れよ。そういっちゃうのか。負け確なんてものがあるの。よし、いいコースだ。うまっ。これ勝てるの？この調子がいまいちだ。このゲーム。あ、ボールが重いと扱いにくいんだ。いいコースだ。次も狙っていこう。勝ったらなんかあるのかな。遊びに行って有効度をマックスにすると気力レベル3から始められる。あ、いいねいいね。あのね、しかもね、ちょっと俺分かったよ。あのね、試合の時に気力レベルが高ければ高いほど、技のゲージが回復するのが早い。そうすると技を連発できる。それめちゃくちゃ強い。だから仲良くなるのはすごく大事。もちろん試合はマニュアルでやるからな。当たり気のように。お疲れ。今日はきつかっただろう。どうだい、何か食べて帰らないか。カエルだろ、こいつが食うのは。カエルの肉を使った爆裂バーガー。それだ。なんかすげえ強え必殺技欲しいね。さあ、カバチのテクニックが S になったぞ。止まんねえぞ。止まんねえな。ねえ、帰りのバス停まで競争しない。うっせえ、お前なんか寿司の握り方あるじろ。そう来なくちゃね。それじゃあ、用意スタート。なんか一人殺したいよね。ちゃんとさ、殺人テニスしたよね。あの川村のさ、ボンバーでさ、なんか一人殺したくない。ゴールネット突き破りたくない。殺人テニスを見せてやるよ、貴様ら。あ、桃白だ。次の曲で勝ちを決めてやるぜ。え、声なんか声優違わない？何言ってんだ。この曲なら得意中の得意だぜ。この勝負もらった。リズムを上げるぜ。鬼太郎。あれ、声楽の桃白じゃないか。声楽の桃白って俺なんか誰だっけな、有名声優がやってる。いや、ああ失敗した。これ誰だっけ、これ。急に声かけるから、こうなったらあんたも参加してもらえるの。これ誰の声だっけ。誰の声、誰の声だっけ。すげえ有名な人いるよね。さあ、小野坂っていう人がやってるらしいんだけど、誰。なんか CM とかでさ、彦一だ。彦一要チェックや。俺がかい。ドンパッチ知らん。リズムゲーム、え、何いきなり。いきなり始まったの。こういうの苦手でしたか。あんたにも苦手なものってあるんすね。あ、そう、あとドラクエ11のシルビア。死んでもらっていいか。雪村を聖一は古傷を抱えた。ごめん、俺もうテニスはやめたんだ。もう僕はテニスはできない。なんかギランバレー症候群らしいぞ。そういったストーリーもあったりなかったり。おい、カイドウ止まんねえな。なんかサービスのさ、必殺技覚えたいね。あれ、これじゃあボール。俺が行くに決まってんだろうが、当たり目だろうが。
大切なチームメイトにそんなことさせらんない。来い。日々の練習により新しい力を手に入れた。川村隆は回復を取得。なんだろうね、ナックルサーブってのいいんだ。俺のじいちゃんギランバレだから冗談でやめてくれ。ガチらしいぞ。本当にこの雪村誠一はギランバレー症候群でテニスを諦めたらしい。ピンポイントすぎるだろ。いやちょミーティングでまずチーム力高めよ。じゃあ何か意見はあるかい？遠慮なく聞かせてくれ。今度俺の練習を見てもらえるっていいか。今度自分の練習にも付き合ってほしいです。よかったら今度俺の練習に付き合ってもらえませんか？はい。今度俺の練習に付き合ってくれ。はい。今度個人的に練習に付き合ってくれないかな？はい。少しなのか。うわ、めちゃくちゃ上がってきてる。めちゃくちゃ上がってきてる。やべえ、カイドウ強っ。カイドウめちゃくちゃ強くない？ねえ。いや、まだだよな。とりあえずこのカバチのテクニックが SS になるまで俺はもう本当にやり続ける。フットワークなんかいらねえんだよ。力だ。力とテクニックス。ああ、タカちゃんのテクニックも S になったぞ。カイドウのテクニックも S。 メンタルに関しては S です。ごめん、遊びに行くのがいいらしい。なんかでも誰か一緒にジムに来ませんか？ジム券を2枚もらえて。これ俺が手を挙げちゃったらさ、微妙なんじゃないの？いや、練習試合まだ。 SS になるまで俺は練習試合しねえぞ。あ、ロブレベル2だ。ロブで行こう。レベル2だから多分経験値も爆発的に高いはず。そう、なんかね、能力が SS になると下がんなかったんだよ。俺はそれに気づいてしまって。一回セーブしよっか。あ、やっちゃった。足を痛めたかな。これは今週いっぱい練習は無理だな。だけど。古傷があるキャラクターは九州に行き、怪我を治すことができる。チームから強制的に抜けるイベントが低確率で起こる。チームから脱退後10週間以内に戻ると覚醒のスキルを習得し、覚醒のスキルがあるキャラクターは隠しキャラである越前南次郎と挑むイベントに挑戦できるが、雪村は試合上げできないため不可能である。じゃあなんで言ったんや。雪村誠一はチームに手応えを感じている。え、なんだと。おまんねえぞ。遊びに行け。なんか雪村は試合に出れないらしい。わかんねえけど。すっかり暗くなりましたね。でも今日は楽しかったと。よけばよく見えず。男だけで何やってんだ。綺麗。一人いた女の子が。ごめん。俺 LGBT に配慮していきます。一人女の子がいました。ロブでいいだろう。乙女がいた。あ、カバチ SS になったんだ。やばいやばい。お前らにとんでもないもの見せてやろう。終わらせるぞ俺はこのゲーム。
俺はこのゲームを終わらせる。どうして誰も来てないんだ。待ち合わせはこの場所で合ってるよな。はい、雪室です。何してるんだい。間に合わないからみんなで先に行くことにしたよ。リーダーも急いで来てくれよ。しまった、1時間間違えたのか。油断不可な、関係ねえや。どうせ試合出ねえだろ。これなんですよね。こっからの走り込み？神なんですよね。はい。加藤純一、走り込み理論。うますぎる。強すぎる。強すぎる。うん。そこでラケットをもう少しこうしてみたらどうだい。何このイベント。なるほどね。これはスムーズだ。さすが雪村、教えるのも上手だな。え、スライス。なんだスライスって。扉。うわー、 SS にちょっとなってほしいな。とりあえず残り1回さ、練習試合ぶっ込むか。来週練習試合しよう。ここまで遊んで、誰かいい、これさ、俺遠慮してみよう。俺行きたいな。こいつらの有効度を上げるっていうのも大事かもしれない。それダブルスとシングルスのペア決めよう。お前も走り込みか、おい。あとは石田さん、あんただけだ。しー、ね、カイドウさ、これさ、うまいことできないかな。まあ走り込みでいっか。え、誰と誰のペアを組ませよっかな。で、時折さ、走り込みを休ませてやんねえと、こいつらブーツかブーツか文句されてくるんだ。気をつけなきゃいかん。練習後街に出かけた帰り道、すっかり遅くなってしまったな。ドン。え、おっと、どうしたんだ、あんなに急いで。え、え、まさか。おい、ちょっと待って、川村ルートに入ったんじゃないか。確実に川村ルートに入ってる。あ、やっちゃった、足を痛めたのかな。何してんだお前。お、これで九州に行って川村で、おい、川村で越前何次郎倒す。フットワーク悪すぎんなこいつ。オッケー、とりあえず石田のてっちゃんも SS なった。こいつテニス見てねえんだよ、ほんと。余生過ごせ、もういったれい。残り6周。あ、柳生博士。団太一、知らねえ、女か、これ。楓長太郎。三月はじめ。なんか、あれだね。全然知らない奴ら。で、足らない部分を補うような、ハイファイにしていこう。ボンバー、これもちろん全部自分に決まってんだろ。こっちカバチにして、こっちタカちゃんにしといて、ダブルス誰でいくかだよな。
俺がマムシ使えば絶対勝てるから。これいいんじゃない？これでいこう。ジェレメン VS ネモス学園。ああ、友情、確かに有効度気にすればよかった。まあでも、あくまでも、練習試合だ。で、テニスの専攻高校ってマジでこのラケットで決めるの？やったー！サーブは僕からですね。分かってきなよ。足を引っ張らないように気をつけるです。おい、団体一、背超ちっちゃいぞ。サウスポーか。はい。やろう。どうだ。シュー。行け。ここは頼んだぞ。フラエ。そこだ。スネーク。シュー。ハード。え？何その。いやちょっと待って、リスクでかすぎる。リスクがでかすぎる、スネーク。そうだ。スネーク外した時のリスクがでかいな。お前前行け、お前前行け、お前が前行け。なお、な俺たちさ、合ってないかもしんねえな。いや。前を開けてくれ。波動球だー。なんで返されんだよ。おい、こんな俺たちの必殺技がなんでだ。おい、赤子の手をひねられてるじゃねえか。いい感じになってきましたよ。息が全然合ってねえ。頼む。もっと腕の位置に気をつけた方がいいな。はい、行くぜ。おら！ざまあねえな。ざまあねえな。いいのかい、そんなに右にいて。いったれ、波動球！爆裂祭！いいのかい、そこにいて。手加減はしないぞ、俺は。じゃねえぞ、こら。開かせろや、おら！ふざけんじゃねえぞ。ふざけんじゃねえぞ。当然だ。まあレベル3、俺は必殺技を決めるとレベルが上がっていく。どん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 俺は必殺技を使えるようになっていく。レベル2か。いきます。任せてください。いけ、一丸の思い。ただこれ変なカットに入るからな。全員の思いを一つにしろ。いぼすいく。で、お前は返してくんだ。精神力で勝つ。の野郎。行け、一丸の思い。見せてやるぜ。ボスでいく。なんで返してくんの。何。意味がわかりません。意味がわかりません。意味が。ったら行ったら行ったら波動球したら、早う波動球したら、これで一番これで。リボススネーク。ふざけんじゃねえぞ。ふざけんじゃねえぞ。この調子やろう。ふざけんじゃねえぞ。ふざけんじゃねえ。あ、カン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 。俺たちの一丸の思いが。お、あのチビクソ強えんだが。おお。殺される俺たちは。やろうか。撃つしかねえ。だが俺は1個しか出ねえ。俺はブーメランスネークを打つ機械だ。スネーク。もうおはははしゃ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 。いいぞいいぞ、返せ。
ブーメランパーツマミヤ使うからだ。甘いです。はい、ちょ、波動スネークにしろ。波動スネーク、スネークと波動球を一緒にだよ。波動スネークだ。リバースネーク、おいだ。何言ってんだこいつ、マジで気を抜けないです。頑張れ頑張れこいつ。俺の波動スネークが効かないだと。ナイス、よし、センター行け、センター行け。でスネーク弱くね。やめて、ふざけんじゃねえぞ。リバースネーク、いけいけ、波動拳いけ、波動拳いけ。センターいけよ、センターいけよ。どうした、気合で返してみろよ。俺がリバースネークだ。なめんじゃねえぞ、普通のスネーク。俺も使う、前を開けて、鼻を開けて殺せ。そして俺がここからバックハンドの超ブーメランマミヤスネーク。一冊技の応酬リバースネーク。やばい、トマホークスネーク、トマホークスネーク来た。いけも超必殺技しか打たねえ。なんだこれ、技のデパートたちは。いけいけ、波動拳で殺せ、波動拳で殺せ。あーごめん、ケンタな、うわマジかよ、やばいよみんな。いけいけ、もらったね。うわマジか、ちょっとほんま波動拳で殺せ、このダン太一を。ダン太一殺せ、オッケー。ほらな、ちょっとさ、スネークが効かねえ、ダブルスのスネークダメだ。頼むよダン、頼みますよ。見とけ、あ見えない。もうすぐ下がってくるんだから。センターな、センターな、センターな。こいつ下手すぎる。ダン太一に負けたら勝てるやつ誰もいねえぞ。せこすぎるだろ、暗くなるやつ。おらなめんじゃねえぞ、なめんじゃねえぞ。見ろ、うちのチームメイト。そうだ、任せてください。いけ、ハドキ、ハドキ使え、前を開けてくれ。殺せ、殺せ。俺が拾う、俺が拾う。おらおいおい、握力がなくなってきてるんじゃないか。練習試合でこんな、あれ行きますよ、やべ。いやいや、それ無理だろ、そんなの、そんなのどうやって止めんだよ。うわ早、行くで、なんでない、俺が行く、ハドキ行け。でブーメランパーツマミヤ使って行け、リバーススネーク、やろう、あと、よっしゃ、ノーマン願いそう、OK、絶対勝つ、行くで、リバーススネーク。やめんじゃねえぞ。いけ、何やってんだお前、お前何やってんだ、撃て、おい、トランセル種市、
ハトキゲ、ハトキゲ前を開けてくれ。ありがとで、はっ、やろう、飛ぶぞ、カイドウ。ふざけんじゃねえぞ。いや、いけ、これ、ハトキゲで殺せ、ハトキゲで殺せ。ナイス、よし、ぶっ込めよ、団体地に。それほら、そうだ、いやー、強いね。もう行くで、やろう、スネーク、おっしゃ、いいスネーク、いいスネーク、いいスネーク、ナイススネーク。それいいスネークだ。今日は終わった。よーきた、ダイレクションショートスネーク、よーおい、ショートスネーク、ショートスネーク、なんだショートスネークって。ほら、あと、おっしゃ、ほら、おい、ショートスネークも使えるぞ俺は。真っ暗、真っ暗だ、腕、いや強いなそれ。すぐ下がってくるんだから、いい試合だ、いい風だな。これアウト、オッケー、今よく見たね。おい、団体一もう弱ってっからさ。それちょーっと、いや、これくらい、ブーメランスネーク、ブーメランスネーク、ブーメランスネーク、リーバーススネーク、そしてまださらに隅の、おい、ゲージ見ろ、常に溜まってる、さらに、さらにスネーク、エンドレススネーク。やべえ、一本返すとさ、ゲージが溜まってさ、エンドレスでスネーク出る。これが無限スネークだ、覚えた。精神力で勝つ、これがカイドウの春のスネーク祭りだ。行ったれ、おい、行ったれ行ったれ行って、爆裂だ、はい、基礎強い、はい、基礎強い、はい、強い、はい、最強のチーム。貴様の出番はもうねえよ、貴様の出番はもうねえよ、俺に出してくれ、スネーク出してくれ、最後はスネークで決めさせてくれ。見て見ろ、俺のゲージ見ろ、 5じゃん、2使うじゃん、すぐ帰ってきて、前を開けてくれ、返せ、はい、スネークスネークスネーク、してるぞ、いけ、一丸の思い、やれ、死んで振り抜く、ブーメランスネーク、前を開けてくれ、ハトキで殺せ、最後見せてやるぜ、リバーススネーク、いけ、波動級で殺せ、波動級で殺せ、波動級で、じゃねえぞ、波動級で殺せ、叫んじゃねえぞ、無限スネーク、おいおい、どうだ、今日のタイトル見ろ、テニスの王子様、最強のチームを結成せよ、を極めせし男。どうも、極めました。真面目にテニスやってられんわ。お、三月はじめさん、あんた、キャプテンか、殺してあげるよ。うっす。うっす。役立たずが。極めせしょ。はっ、普通に杖きた、普通に強いカバチ、やべ、フットワークが出すぎる、おい、ちょっと待って、カバチの必殺技のポジションどこだ、そら、なかなかいいフットワークじゃないか。
遅すぎる。ちょっと待って、必殺技カバチは相手が必殺技を使えると使えない、使えない、ほらほら使え、使えねえんか、使うのが怖いのかな。丸見えですよ。なるほど、ほらほらほら、走れ走れ走れ、やべ、手塚ゾーンになってる、みんな真ん中しか返せなくなってる、やべ、これ手塚ゾーンだ、横に触れない、みんなこれこういう技だ、全部真ん中に返しちゃう、このままじゃずっと終わんね。そのコース返してみろ、返せるよ、よし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 、ここは頼んだぞ、カバチゾーンだ、技使ったね、僕の前で君が使った技はこれかな、君が使った、もうコピーしたよ、もう君はいらない、丸見えですよ、もう君はいらない、もう君はいらない、出ていけ汚い生き物、俺の大切なテニスコートから出ていく、ここは君のような不純な動機でテニスをしている者が立ち入っていい場所じゃない、コートは神聖なものなんだ、出ていけ、国に帰れ、お前にも家族がいるだろう、俺は真田以外を、俺は倒さなきゃいけない奴がいるんだ、俺は真田を倒す、お前に負けてられないんだ、そのコース返してみろ、甘いです、甘いのはお前だ、フットワークがゴミすぎる、インテリジェントショット、甘いです、うわ見えますよ、はあ、ブーバーニックバーニック、これアウト、アウト、カバジアウト、カバジこれアウトだって、アウトだろ今、はい、フレ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 アウト、だけど返す、おやおや、握力がなくな、無駄なあがきは、うわすげえ、あでも俺もすごい、あなたの弱点は調査済みですよ、おいマジか、何やってんだこいつ、おやべやべ、うわそらめっちゃ返さ、おい普通のテニスのテニスすんじゃねえよし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 、使わしてもらうぜ、君のベンドサーブをね、見えですよ、ま、君の弱点、あーもう当然ですよ、やられた、そら、俺反応してくれ、
よっしゃー、今上手かったね俺ね。ノーマルのサブローは強い疑惑。見えますよ。くっそ、うっせ。おい、手づかんぞ。やばい、かまじいぞ。ああ、こっち来て、こっちからの、これ、あ、違う。おっしゃ、負けらんねえぞ。こっちからの、ね、このさ、ベンドサーブ弱いね。え、こいつ強いか、まさか。丸見えですよ。あー、嘘ですよ。お前じゃさ、コピーする価値もないんだ。よし、よし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 。前にも出れる。うす。うす。スカットサーブやってこいよ。はっ。丸見えですよ。あ。調査済みですよ。ちゃんとしたテニスになってきたね。ただ練習試合でこれは。行きますよ。俺大会勝てんのか。そら、真ん中死ねお前。うし、なるほど、正面が弱いんだねあんたは。いや、技覚えて。こいつコピー忍者のかかしだからさ。丸見えですよ。マイク、ダメだ、ダメダメダメ、前行っちゃダメ、前行っちゃダメ。もう一丁、もう一丁、次こっち。丸見えですよ。技使ってない。お前が技使わなきゃ俺が使えねえんだ。よしよしよし、早い早い早い、早すぎる。来るか、決めておきましょう。なんだ、インテリジェント。いや無理だ、クソ、テニスじゃ勝てねえ。あなたの弱点は調査済みですよ。魔法使わねえとか当てねえよ、テニスすんじゃねえ。きたインテリジェントショットは弱いんだってな。魔法じゃなきゃ勝てないの。丸見えですよ。使うしかない、一眼の思い。でも正面に打ってぶっ放して、ブワー、握力がなくなってきてるんじゃないか。そら
ますよ。ちょっとね、ねえねえ、カバジ、バカジ、なにこのバカジ。マジで脳みそがね、丸見えですよ。でも似合ってんだろ、死んだ方がいいんじゃねえの。もうお前に正確のユニフォームを脱いでほしい。返してみなさい。ねえちょっと待って、おいカバジの様子がおかしい。みんな、おいカバジの様子がおかしくなってる。どうしたカバジ。やべ、カバジの様子おかしくなったか。君の弱点、そら、やべ、カバジ様子おかしくなってきた。そら、頼む、俺がドマッとせてカバジが萎縮してる。返してみろ。どうしました？かかってこいよ。投げめちゃくちゃ。こいつカバジにとって最悪の相手だ。甘いですよ。やべ、カバジにとって最悪の相手だ。なんかね、インテリジェントなんとか使われると真ん中しか打てなくなる。見えますよ。使われる前にスラッシュぶつけて死ね、死ね、死ね。なんでさ、ま、敵がもっと魔法を覚えてれば絶対勝てるのに。インテリジェントショットしか覚えてねえんだもん、こいつ。うわ、意外と手がかかりましたが、ここまでです。負けるのか、カワジ。それ当然です。お前もう帰れ。お前もいらん。もうお前もう正確のユニフォーム脱げ。もう終わりです。俺に任せとけ、カバジ。オッケー、サーブはもらった。ネモ学のユニフォームを脱げ、カバジ。船降りろ。行くぜ。で、バーニー。その程度ですか。前目だね、こいつ。ああ、なんだ、おめえ前に来なきゃ何もできねえやつか。うわ、うめえ。やるね。バンバーン。うわ、マジか、それは取れん。いや、やばい、いける、やばい。バンバーン。あれ、手首やっちゃった。その程度ですか。手首やっちゃったか。よし、今までと雰囲気がまるで違う。やばいな、追いつけない敵の弾に。普通にシンプルに打ち負ける。ちょっと待て、やばい、テニスがシンプルに下手だこいつ。こいつ寿司を握っ、寿司しか握れないのか。レーザービーム。うわー、私のレーザーやべー。いきませんよ。じ
やばい、レーザービーム。シンプルにテニスが下手かもしれない、こいつは。行きますよ。決めてみせましょう。いやぁ、やべ、フットワーク上げなきゃダメだ。うわ、よし、時間の無駄でしたね。やべえ、タカちゃんじゃ無理だ。だがこれからだ。一回ボンバー決めれれば。はい、終わらせます。あー、ボンバー、もうダメじゃん。じゃあそれ、決めてみせましょう。うわ、うめ、好きだらけですよ。いや、それダメじゃん。甘いとは。これにて本当に終わりです。1点も取れないです、みんな。俺寿司屋になった方がいいのかな。バーニー、オーケー、そういうことだ。ドリア、ドラ、ドリア。いやー、これあれだろ、レーザービームだろ。レーザービーム右来る。アデュー。うーわー、そんなの取れるわけねー。みんな、ごめん。みんな、あ、ごめん。強いね。これはちょっとね、考え直そう、みんなで。俺たちのチームに足らないものは、フットワークだ。俺たちはフットワークが弱い。走り込め、俺も付き合う。そして技を手に入れよう。いや、レーザービームマジクッソ強い。逆だったらな。残り3周で技を覚えよう。残り3周まではもう全部。そういえばこの間公園脇で会った時、どうしてあんなに急いでたんだい。急いでた？そうだったかな。あれなんだ、開店の時間に間に合ったんだろう、間に合わなかったんだろう。公園脇、何か出るって聞きました。出るって、まさかそんな噂を信じてあんなに急いでたのかい。やれやれ、情けないな。確かめに行こう。そんな様子じゃ先が思いやられるな。よし、じゃあ今からその噂を確かめに行かないかい。仕方ないね。これなんかあれだな、前もあったよな。大石が練習に励んでいる。こいつも強いんだよな。逆境しとく、いいね。おそらくなんか負けてる時に試合に出ると強くなる的な何かなんだよ。さすがにちょっとさ、フットワークなさすぎだよね。もうちょい欲しくない？フットワーク。横に振られたら何もできねえわ。ナイス。カメラ振ったわけ F よ。で、最高でカバチの C ってちょっと終わってんな。まだ大丈夫。とりあえずチームメイトの信頼をめちゃくちゃ上げつつ、ね、次の週から行く。今日行ったアクアランド惜しかった。絶叫スライダーにやられた。ああ、本当によかったよ。まさらか、お前。パワー下がっちゃうよ。パワー SS にして、パワー SS にしてからダッシュやったらフットワークめっちゃ上がりそうじゃね。で、パワーをとにかく。はい。
スマッシュ行くか。こいつとこいつだけだな。で、てっちゃんは、てっちゃんとカイドウ技覚えよっか。誰石田鉄って、てかお前。お前いたか誰か。てっちゃんは、なんかさ、サーブ一個覚えよっか。強烈なパワーサーブ。マギサーブ。絶望への前奏曲。緩急自在のサーブ、サーブ。で、パワーの、ナックルサーブ3周。即時。うわ、超スカットサーブは。スカットサーブどうよ。カイドウはブーメランスネークサーブ。ハンマーサーブ。ハンマーサーブは、超ライジング。こいつは返す系は大丈夫だから、ナックルサーブ強い。でもハンマーサーブも強そうじゃない？地面をえぐるサーブ。飛球、何これ？飛球筋トレ。プロネーション、強力。プロネーションサーブだろうが。これしかねえだろうが。おぼら、一週間で覚えるからな。早くパワー SS になってほしい。そうしたらダッシュにしてさ、日々の練習より新しい力を手に入れたんだ。グリップ、なんだろう。SS なれ、ならねえか。もうちょい伸びてほしい。あれ、ちょっといい？はい。話したいことがあるんだけど。はい。なんだ？何？え？ちょっと、どうも、昔故障したところの具合が悪くてね、治療しに急所、え、これって激レアイベントなんじゃないの？ね、今行ったらでも帰ってこないよ。ねえ。これどうすんの？え、これどうすればいい？え、どうすればいいの？10週間すると帰ってくる。あと5週なんだが。え、ごめんみんな、おいふざけんな。おい、お前あと4週間しかねえ。なんで今抜けんだバカ。お前何やってんのこいつ。タカさん、いや、タカちゃんいなきゃ無理だよ。帰りのバス停まで競争だ。いやいや、どうすんだよ。行くぜ、用意、スタ。ネットダッシュ。スカウトしなきゃいけないの？あいつバカすぎるだろう。よし、スカットサーブ。よし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 。いや、試合に負けたから逃げただろう。これはいいぞ。二人ともさ、まださ、サーブ覚えてなかったから。いや、お前さ、だからアンチスレが伸びるんだよ。誰入れる？じゃあもう龍馬入れるか。誰だっていないもん。ちょ、阿久津来てくんねえか。阿久津、ジャッカルにするか。じゃあジャッカル桑原にする。なんで大会まで4周でこいつを、ね、俺のチームに入ってくれないかい。4つの牌を持つ男、ジャッカル桑原。お前がリーダーか。面白いチームになりそうだな。育成が間に合わねえよ。これさ、もし万が一さ、あいつ帰ってきたらどうすんの？あれ、俺のいる場所ねえな。立海大附属中3年、ジャッカル桑原だ。桑原なんだ。柳田みたいな。よろしくお願いします。
もうキャラ被ってんじゃねえか、うちのあいつと。どうすんの、タカさんいなくなったんだわ、マジでクソだろ。タカちゃん、ジャッカルと石田のハゲコンビで組ませるしかねえ。たださ、ダブルス組めねえよ。くしゃみするわ。何系がいいかな。いやもう全員で技取得するしかねえ。でカバジ、え、カバジもさ、技覚えよう。ジャッカル、クワバラは、バーニングサーブ。カバジは、カバジもサーブ欲しいね。どえらいサーブない。プレッシャーサーブは。ハンマーサーブかな。ナックルサーブとハンマーサーブが同じだな。ハンマーサーブをこいつを目指して、石田のてっちゃんは、天使。生まれ変わります。マスカレードインターバル意味ねえな。DRS 稲妻ショットとかどうで、カイドウは、カイドウもさ、ショット系を覚えさせる。なんかかっこくない。でジャックナイフポーチ、これどうかな。出てあ？じゃあ、技、お前なんか適当になんか覚えろ。お前はじゃあ、たまにはオラオラしてる。貴様は似ている。ジャッカル、クワバラじゃ無理だよ。パワーボレーヤ、え、お前ボレーヤなのか、ボレーヤなのか、はい、でさ、よし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 、勝った。へえー、一応あるんだ。こいつも裏技で使えるようになりそうでね。これさ、ハンマーサーブ、稲妻、あ、やべ、爆裂、あ、やべ、あ、もったいねえ、いっか、あ、なんかもったいねえことしちゃった。ジャックナイフポーチ、ショートスネークはいらねえ。ちょっとこれで挑むか。あと3週間。遊び行くか。ショートスネークは、え、ダブルス誰で行くよ。あ、リターンが、無理してる。でも今日は楽しかったぞ。夜景がよく見える。本当だ、綺麗だ。そあいつさえ早く帰ってくれば。え、練習試合する？待て待て待て、一回走り込め、お前ら。一旦走り込め。あのね、俺ね、カバジが本当に生きるのはダブルスなんじゃないかって。理由はあいつコピー忍者じゃん。ってことはダブルスっていうのは相手の2人が技を使ってくるじゃん。そこで盗みまくって、どうぞカウンター取得ってなると誰と組ませるかなんだよ。
足の遅さは仲間がカバー。う、足が。これじゃ今週は練習はできねえ。おい待て、お前ちょっと待て、お前は九州行かないよな。おい、性格の奴らはすぐ九州行くからな。お前だけは九州行くなよ。やべえ、古傷また抱えた。あれ、ジャッカルクラブいや、バーニングサブでしょ。ちょっと待て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 、あと2週間しかないぞ。何してんの。何も覚えねえか。乾先輩。あ、マムシと。そういえば君たち、そういえばチーム組んで大会に出るそうだね。大会に出るそうだね。よく知ってるな。もう調査済みというわけか。1週間前に行くなよ。まあね、よかったら体力のつく特製ドリンクをご馳走する。これ飲んだ方がいい？これ飲んだ方がいいよね。運ゲーなの大丈夫博士？ケジャック。え、俺かよ。何か怪しくねえか。ふざけんな。ふざけんなお前。うちのジャッカルになんてもん飲ましてくれてんだ。うわ、ちょっと半分ぐらい減ったね。カイロはもういいや、これだけで。で、カイロがさ、カイロに必要な技何？リターン系だ。いや、リターン系は持ってる。何が必要だ？サーブも取った。スマッシュ技、これか。あと2週間、超ダンクスマッシュはダメだ。キクマルビーム、キクマルビームと、おい、キクマルビーム覚えてよ。どう、クソかっこくない？キクマルビームのキクマルバズーカ。ホームン、ホーミンしかないでしょ、キクマルビーム。いや、ジャッカルクワバラがマジでクソすぎる。ボンバー！おい、あいつ帰ってこねえのかよ。パパチ、パワー S なれ、 SS なれ、 OK！ 強い。うん、そこでラケットをもう少しこうしてみたらどうだい。なるほどな、なるほど、こうすりゃよかったのか、こうすりゃよかったのか。さすが雪村、助かったぜ、助かったぜ。いや、いいよ。軍があれ、オッケー。おい、菊丸バズーカ覚えてくれよ。キクマルビームだか、キクマルバズーカだか、よう分からんが。誰だろ、ね、カイドウが。俺は古傷を治すために行かなきゃいけない。九州に行かなきゃいけない。ふん、いい気分になったよ。いい気分転換になったよ。嬉しいよ。ん、たくさんの、あ、よし、よし、よし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 、なんか知らねえけど。いや、寿司屋のせがれがバカで、マジでバカで全然帰ってこない。これでいいだろ。
うわカバジのフットワークの上がり方が尋常じゃねえ。グンタガタ今先に選んでいいよ。石田の今週の練習効率、カイドウの今週の練習効率、ジャッカル・クワバルの今週の練習効果最高。俺が全てを背負う。だからお前たちは自分の能力アップに。見てカバチのやばヤバチ。しかもうちのチームの本当にお邪魔虫である。行き詰まった。俺の鍛え方じゃ甘いというのか。限界を迎えた。そんな悲しいこと言うなよ。限界迎えてる。どんな悲しい。よっしゃー、ブレストファイヤー、菊丸ビーム。相手の浮き玉をホーミングジャンプのバックハンドスマッシュで弾き返します。フォアコート内の位置でスマッシュが打てる状態の時にスマッシュ以外のボールに対してなおかつバックハンドの対戦の時、難しいな。オッケー、これお前あれよ、俺イケメンズにあれするか、上書きするか。エケメンズ最強のパーティーで、アトベ、桐原、赤谷、越前龍馬、丸井、文太、藤須修介、これどう。昨日よりだいぶ弱いな。秘密特訓した方がいいのかな、するか。なんとなくカイドウのフットワーク上げてあげたい。うれ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 。さあ相手方不動峰、うわー越前龍馬、藤修介、やべえ金髪の伊藤海二の偽物。相手にとって不足はないね。こいつは待て、いやこれ弱い。あのね、カイドウはダブルスじゃなくてこいつだ。で俺カイドウ得意だから、これどう、みんなシングルスのエースをカイドウにして先導で手首を骨折させてこいつ頑張ってもらってカバチで刺す。有効度 44%。いやでもしょうがねえよ。しょうがねえよな、もうこれ。これ以外ねえんだって。だってさ、いなくなっちゃったんだもん、寿司屋のせがれが。うれ。越前龍馬と藤井修介のペアだぜ。先行取りたい。オッケー、サーブ権もらっとくぜ。いけいけ声楽頼むぞ。センターな、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 センター。いやね、レベル4と3でやばくない。ねもうダメだ、もうダメだこれ。これは勝てんわ、これは勝てん。せっか、あ
ば。二刀流相手に試したことある？二刀流分かってねえな。いや、お前前行け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 、俺後ろ行く。そこツバメ返し、ツバメ返しだよ。やべえ、なんかもうちょっとちょっととんでもちょっととんでもない。もうダメだ、こいつらこいつらダメだ、こいつらダメだ、もうもうダメなんだこいつら、もうこいつらダメだわ、ダメだ、もうシングルスで勝つしかない、いやシングルスで勝つしかない、もうこれシングルスで頑張るしかない、うん、そろそろ行け、なんか来るぞ、うわ出た、ドライブ B、 うわーすげえドライブ B やめーよー、こんな無理だよ。もっと腕の位置に気をつけた方がいいな。はい、ドライブ B された。邪魔お前、ちょっと邪魔、お前のお前のリーフシールド邪魔、お前のリーフシールドが邪魔なんだって。そろそろ薄いぞ、任せろ、よれよれ、頼んどカバチ、よいしょよいしょ、ちょっと待って、あ出たドライブ B、 いやナイスファイト、いやもうなんか何何今度は決めてやれ、やれ、どんどん行くよ、ツイスタブル、追いつける、行くぞ、行け、あ出たドライブ B、 届け、いけ、ドライブ B 来るぞ、二刀流、頼んどカバチ、ちょっとちょっと俺たち同じところずっと、俺たちずっと同じラインにいるって、いやツイストサーブやばい、うおそんなの取れるわけねえ、ねえこの程度のことで取れるわけねえよこんなの、まだまだだね、見とけよおい、お見とけ、俺も使えるんだよツイストサーブがこうやってやるのかな、任せろ、よしいける、いけるいけるいける、おい腰前のやつパクった、腰前のやつパクったわ、いけもう一回、おいしょおいしょおいしょ、俺にサービスやらせれば負けねえんだっちば、いいよいいよいいよ、よっしゃ、いいよいいよいいよ、そして発動、さらにここでプレイヒントを得る、返すぞ、来るぞ来るぞ来るぞ、サロ、あよし、私スプリットステッパー、決める、緑、ガブね、いけ、決めるぜ、この調子、ちょっと俺も使いたい、俺もドライブ B 使いたい、そのサーブ消えるよ、調子に乗るんじゃねえ、頼むよ越前、腰前、いけ、一丁頼むぜ、なんでお前もさらってんの、じゃないよドライブ B が止めらんで、あぶねえ、ツバメ返し、行くぞ、行け君、ちょっと同じとこいろ、そっち任せたぞ、もっと回転が必要だよね、全部返す、
俺前行かなきゃ。まさか撃てない。もう何をやっとるんだハゲ。そろそろ行くよ。あーいい、こんなもんかな。いやそこ開けすぎじゃないねえ。まだまだだね。まだまだだね。うわすげえ。おいおい、前のカバチと呼んでくれ。決めてやれ。やべ、何ね、藤修介の必殺は何？藤修介の必殺は何？バニッシュ。あーすごい、すごいや。悪いね、決めさせてもらうよ。開けすぎじゃない？絶対止める。消えるサーブって、そのサーブ消えるよってやつか。そうだね。いやこれちょっと相手が悪かった正直。いやマジここ勝つしかねえ、てっちゃんで勝つしかねえ。同じ不動峰の2年だぞ。サーブ券いただきます。そのサーブロンドン行くよってやつよ。ほんとかよ。気持ち悪いだろ。こいつ前目だ、こいつ前目な。オッケー、死んでもらいます。いけー大技ー。よし、さーてど、死んでもらいましょうかね。ここは頼んだぞ。余裕で返されたんだが、いやーもう俺のスカッとサーブが余裕で返されてる。みんな何だと思う。あーすごいやースカッとサーブすごいやー。こっち振るよ、もう一回こっち。そして最後のバーニング、高さの思いを込めたバーニング波動球ね。あれを使います。俺は高さの敵。タカさんの分だ、これは。これはタカさんの分。タカさんに謝れ。タカさんに謝れ。謝れタカさんに。可愛くないな。謝れタカさんに。謝れ。あれを使います。タカさんに謝れ。よし、お前がタカさんを殺したんだ。さあ来い、手加減無用だ。手加減無用だ。ぼやくな。赤さんに謝れ。行くよ。赤さんに。みんなでみんなでみんなで赤さんに謝れ。赤さんに謝れ。赤さんに謝れ。全員で赤さんに謝れ。かわいくない。赤さんに謝れ。一丸の思い。一つになった今。一つになったマジで。やべ、こいつ強え。てっちゃん強え。お、みんなてっちゃん強いぞ。あーすごい。よし。いい角度だ。いくよ。いやサービスです。違う、見た目です。あれ？ねえねえ、俺のさ、シングルス次誰だっけ？波動球！
バーニング来ちゃったね。あ、やべ。あれを使います。あ、やばれ。うわ、返された。あ、カイドウだ。カイドウならいける。やべ、負けなんね。俺は約束したんだ。決勝戦まで行けば、タカさんが帰ってくる。来いよ。そこ打ってこい。行くよ。まったく嫌になるよな。うまい。で、波動球さ、ちょっとさ、振って。ナイス。間に合うはずだ、きっと。いやー、リターンエース。レベル5。容赦はしねえぜ。やるよ。有効だ。おい、なんでこれ終わらせし、サーブ。こんなの取れるやついねえだろ。誰が取れんだよ、このサーブ。おい、このサーブ取れるやつ教えてくれよ。おっしゃ。いや、俺石田を完全にものにしてる。で、センターじゃないんですよね、次は。で、その後にバーニング波動球。返してくれた。いや、このぼやきうぜ。こうなっちゃう。使わしてもらうぜ。いや、波動球押せ。ただめっちゃかっこよくない、波動球。ああ、やっぱりね。あ、やばれ。波動球。いや、またぼやからだ。ここに来るのは分かってたよ。最後はスカットサーブで決めます。この一番気は抜けない。あ、やべ、たまってなかった。まあ、これはタカちゃんから教わった。これで決めるか。なんか違和感あるんだよな。いける。あれを使う。ハロー球さ、弱くないこれ。そんなことない。いや、もう真ん中打って殺すか、こいつ。ど真ん中。可愛くないな。ああ、縮小縮小。この鋭利な角度からの。あ、こいつが高さに教えたんだ。え、あいつ2年生に教わった技を自分の技からより使ってたの。ボンバーとか言いながら自分でなんかかっこよくして。さあ、立花吉平 VS カイドウ薫、うちのエース。よし。あいつパクリなんだ。あたかも自分の著作権のようにやってたね。どうだ。さあ、もう早速いくぜ。決めてくれ。高さへの、よし。いけ。腕出していく。簡単に返された、オッケー。よし。角度つけて。ほら。前タイプ。いや、これノーマンで返された。だよな。やられると思った。決めてやるぜ。よっしゃ。危ねえ。いや、バックハンドで上手かった。うおおおおやば。ふざけんじゃねえぞ。ふざけんじゃねえよ。取ってみろよ、おら。俺が編み出した技、絶好調だ。敵も強いぞ。
これだ。やらせてもらうぜ。うわー、相手にとって不足なし。相手も強いぞ。ほら、来たわ。期待してるぞ。いけ。これでも返される。絶対返される。負けんじゃねえぞ。ほら、負けんじゃねえぞ。ふざけんじゃねえぞ。ふざけんじゃねえぞ。ふざけんじゃ、何？いや、なんだそれ。うわぁ、マジか。あのカイドウが、あのクールなカイドウがスライディングしたぞ。行くぜ。これほどの相手か、カイドウ。カイドウ、それほどの相手か。それほどの相手か、カイドウ。絶対に負けるな。行くぜ。決めてやるぜ。ほら。いや、俺のブーメラン。返してみな。いや、すごいね。やってやります。めちゃくちゃ強い。めちゃくちゃ、いや、いいね。そのバックハンドのリバースデッキ絶対勝てない。いや、返せる。うわ、マジか。クソ、こいつやべえ。やべえ。どっちだ。よう、もう十分楽しんだろ。ほら、あー、やばい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 、やべえ。ちょっと待って。どこだ。うわ、よし、負けた。やべえ、やべえ、やべえ、やべえ。落ち着け、大丈夫、こっからだ。カイドウ、いや、マムシ、お前の粘り見せろ。いや、せい、どこだ。え、それ返す。もう十分楽しんだろ。やばいよこいつ。ふざけんじゃねえぞ。ふざけんじゃねえよ。見せてやるぜ。ふざけんじゃねえぞ。ふざけんじゃねえぞ。よし、よし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 、絶対勝つ。チームのために、ネモ学のために。あー、ダメだ。行くぜ。フォアハンドだったら取れない。ふざけんじゃねえぞ。いや、マジか。容赦はしない。うわー、すごい。うわー、すごい。行くぜ。容赦はしない。うわ、ついよ。悪いな、終わらせてもらうぞ。ああ、やろう。せい、ほら、返してみな。ほら。俺の指示が悪かったのか。すいませんでした。極めてませんでした。謝罪します。すいませんでした。僕は弱いです。